皆様ごきげんよう。28年間365日毎日着物を着ております、着物アドベンチャーかおるでございます。今日は大根の煮物をご紹介いたします。大根の煮物なんてどこのご家庭でもお作りになると思いますけれども、これは母の味なんです。それではレッツビギン。小さい頃は大根のけんちん煮と言っていました。大根と油揚げとお豆腐の炒め煮になります。私は大好きなのでいつも一人で食べるために作っていたんですけれども、ある時にお客様にお出ししたら大好評だったので、それからは箸休めでお出ししています。また外国人の方にもお出ししても大好評なので不思議だなと思ってますけれども、見た目はとっても地味なんですけれども、ぜひよかったら作ってみてください。材料は以下のようなものです。材料は大根約 300g、 約半分くらいですね。お豆腐、木綿豆腐がしっかりしますが絹豆腐でも大丈夫です。1丁、油揚げ2枚、和風顆粒だし大さじ2、日本酒大さじ2、みりん大さじ2、醤油小さじ2、一味唐辛子適量。水は入れないんですね。大根の水分だけで美味しく煮えます。下ごしらえ。大根は5ミリほど輪切りにしていちょう切りにします。油揚げはお湯で油抜きをして半分に切って1センチくらいに切ります。鍋に油を大さじ1入れます。この油は太白ごま油やひまわり油など匂いがなくさらっとした油がいいと思います。この料理で一番大切なのはここで大根をしっかり透明になるまで炒めることです。中火で透明になるまで炒めましたら、お豆腐を手でちぎりながら鍋に入れて炒めます。このお豆腐も油で炒めてください。そして油揚げを入れます。全部材料が入りましたら、和風顆粒だし、日本酒、みりんを入れます。混ぜたら、鍋に蓋をして中火で10分煮ます。途中1回くらい蓋を開けて混ぜてください。10分経ちました。こんな感じになります。ここでお醤油を小さじ2入れます。混ぜて蓋をして中火で7、8分煮ます。はい、こんな感じでできました。そのままでも大丈夫ですが、お好みで一味唐辛子をかけて召し上がってください。今日もゲストの方にご試食いただきます。今日は私の友人のグレック鈴木さんにお越しいただきました。グレックさんは私がアメリカ留学の時の友人ですが、彼はアメリカのエンターテインメントの会社に就職され、皆様もご存知のディズニーオンアイスを日本に紹介して長年アジア代表として働いていらっしゃいました。最近はシンガポールに移住されて、そうですね、皆様がご存知だと市川海老蔵さんやタッキーこと滝沢秀明さんのシンガポール公演の現地側の総監督をされていました。
アメリカで大学を卒業されて以来、数十年ぶりにシンガポールのスティニオンという会社の日本代表として帰国されました。グレッグさんはミュージシャンをなさっていた経験もありになり、アメリカ航空機内に流された曲など今回私の YouTube でも使用させていただいております。グレッグさん、お味はいかがですか？はい、香織さん、それでは大根の煮物いただきます。はい、うん、すごい味が染みて美味しいです。本当に、あとこの一味とのブレンドもすごくいいし、うん、この油揚げはどうでしょう。うん、もうなんかサラダとしても食べられるし、一品としても食べられるし、うん、もうすごい、僕もすごい一応ダイエットに気を使ってるので、あとカロリー制限とかもしてるので、うん、もう最適ですねこれはね。嬉しいです。本当にお豆腐と油揚げとその大根だけなので、味薄かったら本当におっしゃったみたいにサラダっぽく食べれますから、味ももう本当パーフェクト、うん、本当に全然薄くもないし、ちゃんと味はしっかりしてるし、このやっぱこのブレンドね、油揚げとのこの絶妙な、まあ、すごいね。なんかもう本当にずっと海外生活が何十年じゃないですか。やっぱりね、こういうの食べるともう、ああ日本に帰ってきたって。本当に香織さんが作っていただいた。よかったです。本当に今日ありがとうございました。グレッグさんがサラダのようだとおっしゃってくださいましたけれども、確かに私もこの大根の煮物を食べるときに罪悪感なく食べています。ですからぜひホットサラダの感覚で召し上がってみてくださいませ。最後までご覧くださってどうもありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねボタン、そしてコメントの方もどうぞよろしくお願いいたします。28年間365日毎日着物を着ております。君のアドベンチャー、香織でございました。